飯作ってやったと思ってんだ。畑も手伝ってやったぞ。気をつけていけ。優しさ、お前急に優しい言葉をかけるな。今までありがとな。騒がしい女だ。どうも、ハマチャンネルのハマちゃんです。本日はこちら、ポートレートオブパイレッツワンピースシリーズ CBEX ペローナスイートの紹介です。どうぞよろしくお願いいたします。こちらバレンタインデーをコンセプトとしたデザインとなっております。まずはフロントビューです。こちらチョコレートの感じが素晴らしいデザインとなっております。このチョコレートの垂れるところも可愛いデザインとなっております。本当にバレンタインデーにふさわしいデザインとなっております。名前としましては POP ワンピースシリーズ CBEX ペローナスイートとなっております。右側面ビューです。右側面はご覧のような形となっておりまして、チョコレートにホイップ、ペローナちゃん、台座のデザインとなっております。続きましてバックビューになります。バックはご覧のような形となっておりまして、ペローナちゃんが可愛いお菓子の上に乗っているデザインとなっております。原型制作はジャンゴさん、彩色はタウモケイさんとなっております。続きまして左側面ビューです。左側面はご覧のような形となっておりまして、バレンタインデーと印字されております。可愛らしいパッケージで非常に開封が楽しみになってきました。続きまして上面ビューです。上面ビューはご覧のような形となっております。上面は板チョコをイメージしたパッケージとなっております。続きまして裏面はご覧のような形となっておりまして、ハッピーバレンタインと記載されております。それではこんな可愛いペローナちゃんを開封していきます。レッツゴー。はい、開封始めていきます。こちら3倍速で開封していきますのでご覧ください。カットが終えましたのでブリスターを出していきます。サイズ感も小さいためそんなに苦労することなく開封できます。はい、開封できました。ブリスター越しビューです。もう可愛いっすね。本当に可愛いペローナちゃん。はい、内箱はご覧のような形となっておりまして、ハッピーバレンタインと記載されております。本当にハートも可愛いですね。それではブリスターを開封していきます。こちらも3倍速で見ていきます。まずはカッターで切り込みを入れていきます。カッターで切り込みが終えるとカバーが開いてきます。台座側にはさらにブリスターが入っておりますので、ここもカットしていきます。はい、台座が出ました。台座ビューです。美味しそうですね。続きまして、スティック。ペローナちゃん本体。傘。あと最後が傘の取っ手の部分になります。パーツはご覧のような形のパーツでした。それでは組み立てていきます。はい、組み立てビューになります。台座には2箇所のダボがあります。ペローナちゃんの足には2箇所の穴が開いておりますので、ここに差し込んでいきます。ほんと撮影のあるあるだと思うんですけど、ダボは鉄製で丈夫ですが細いのでカメラ越しだとかなり苦戦してしまいました。はい、台座がはめ終えました。続きましてスティックを煙突に差し込んでいきます。お菓子感のデザインが出ていい感じですね。最後に、傘を右手に持たせます。傘は細いので折らないように注意してください。はい、これでペローナちゃんの完成です。商品情報、商品名ポートレートオブパイレッツワンピースシリーズ CBEX ペローナスイート、発売価格は8640円、税込み送料込み。
商品サイズ8分の1スケール、全高約165ミリ、重量100グラムとなっております。商品仕様は彩色済み完成品フィギュア、専用台座。商品発売日は2017年1月。原型製作ジャンゴ、彩色タウモ型。こちらのフィギュアはゴーストプリンセスベローナゴシックの色違いバージョン、バレンタインバージョンとなっております。ベローナちゃんのプロフィール紹介です。本名ベローナ、異名ゴーストプリンセス、年齢23歳、現在は25歳となっております。身長が大人の時で160センチ、所属はスリラバーグ海賊団、所属戦はスリラバーグ、悪魔の実はホロホロの実、超人系となっております。出身地は南の海、誕生日は6月7日、血液型は XF 型となっております。声優は西原久美子さん、代表作はそれいけアンパンマンで春風ちゃん、クレヨンしんちゃんの2代目桜井忍さん。それでは細かく見ていきましょう。台座ビューです。台座はご覧のような形となっております。本当美味しそうなデザインとなっております。本当に食べれそうなぐらい美味しそうな仕上がりですね。こちらの板チョコもハートの柄が施されており、非常に可愛らしいデザインとなっております。あと3個のマーブルチョコと煙突にはスティックが刺さっており、可愛らしい感じです。お菓子の家の横にはスターが施されております。反対側の屋根には前面にはマーブルチョコがありまして、そして砂糖菓子で雪のデザインが施されております。本当に何回も言いますけど美味しそうで素晴らしい彩色ですね。こちらは飴柄のクッキーとなっております。本当に台座だけでも非常にクオリティの高いデザインとなっております。続きましてブーツビューです。絶妙な立ち位置をこれ見てください。ブーツの陰影塗装も素晴らしいデザインとなっております。本当どこから見ても綺麗で本当に素晴らしい一品です。続きまして衣装ビューです。ベローナちゃんの幼少期の衣装が可愛らしいデザインとなっております。本当に可愛らしい衣装となっております。パッと見ですけど猫娘の衣装に似ていると私は思いました。赤のワンピースに差し色となる白色の襟の造形も非常に素晴らしいです。リボンも可愛らしくできております。続きましてベローナの相棒ゴーストホロホロの竜です。ホロホロも本当に可愛くできております。このギュッと握っている感じが素晴らしい造形ですね。このクリアかつ躍動感ある造形も素晴らしい作りとなっております。続きまして左手ビューです。爪の彩色までしっかりと施されております。このギュッとした造形が素晴らしく素敵です。続きまして右手ビューです。幼少期なので手が可愛いです。この傘を持ってる感じがねめっちゃ良かったです。続きましてフェイスビューです。可愛い、ほんと可愛い。ベローナちゃんほんと可愛くできております。続きましてヘアスタイルビューです。髪の毛のなびく造形がたまらなく素敵です。このぐるぐる巻いてる感じもね本当に素晴らしいです。髪の毛も陰影塗装がしっかりと施されておりまして、クオリティの高い一品です。冠ビューです。冠はご覧のような素晴らしい造形となっております。十字架、冠の装飾品など非常にクオリティの高い一品です。こちらの冠は脱着不可能な仕様となっておりました。はい、傘ビューになります。内側の骨も雲のデザインで可愛く施されております。
見えない箇所まで忠実に再現されております。傘の金具もクオリティの高い仕上がりです。続きまして上面ビューになります。コロンのような形で先端の金具まで再現できております。彩色も綺麗ですね。ほんとね、この耳と目のついた傘が非常に可愛い作りとなっております。皆様いかがだったでしょうか。本日ご紹介したフィギュアは2017年1月に発売されましたポートレートオブパイレッツワンピースシリーズ CBEX ペローナスイートの紹介でした。近々の落札相場では2万5000円を上回る高騰ぶりのペローナちゃん。金額こそ可愛くないですが、このフィギュアはめちゃくちゃ可愛くキュートで素晴らしいフィギュアとなっておりました。こんな可愛いペローナちゃんを皆さんもゲットしてみてはいかがでしょうか。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後にパーツ紹介もあるので、よかったら見てね。ではまた、バイバイ。